皆さん、こんばんは、マーティン。レアのミラクルボーイ、キングトクです。まあ、生活動作確かに大変。やはり褒める、叱らないことが大事です。はい。あと、目標にチャレンジ。トークエコノミー法を導入。収集しやすい環境を作る。それが大事でございます。まず、発達段階はどのようになるか。まずは、意識することが大事です。いろいろ支援するんですね、はい。まあ、でんぐり返し、いろいろな遊びをし、あとは、微速運動、まあ、握るつかむとか、積み木をやったり、クレヨンで殴り書き、その他もろもろやることが大事です。手の運動によっていろいろ大事です。やはり自立することも、まあ、大事ではございます。はい。36の基本を覚える。まあ、36の基本は後ほど言いますが、はい。いろいろな障害を持っている方も確かにあって、ポイントとしては失敗しても叱らない。まあ、特性に合わせる。あとは、無理な練習はさせない。できない背景を見極める。それが一番大事です。ステップアップ、ステップです。というわけで、子供の、障害の持っている発達でした。バイバイ。